令和3年1月14日から2月7日にかけて、阿蘇市役所駐車場で、阿蘇市の飲食店などが作るお弁当が販売されています。これは、コロナ禍の影響を受ける飲食店などを支援するため、阿蘇市が呼びかけを行ったもので、熊本県独自の緊急事態宣言期間中、阿蘇市役所の駐車場が、 期間限定のお弁当販売場所としてて開放されていますこの日は3店が出店し、幕の内弁当や海苔弁当、あんもちなどが販売され、お昼頃になると、市役所の職員をはじめ、市民らが訪れていました。市役所の方からこういう機会をいただいて、場所を提供していただいて、あの、本当に、 あ,のありがたいと思っておりますお弁当、皆さん喜んでいただいてくれてるみたいなので、やってよかったと思います販売者は、車を簡易的な営業施設として、事前に調理されたお弁当などに限り販売できます。販売を希望される方は、阿蘇市まちづくり課までお問い合わせください。